Hello，大可安安。昨天我在收台的时候，有稍微跑了一点点地图，就其实也没有跑很多啦，就只是想说，因为分子兽说在旧染线道这边，所以就直接从大平洋走过来一段路之后。就存档，想说今天开台的时候就可以不用再花时间再走那条路。然后现在的话，解一下缅甸兽任务。哦，缅因猫兽为什么会继承缅甸兽？啊，有线索，破人说明目前为止发生的事。诶，别的世界。说不定正在找的是我，也说不定。人类，我的在这里。哇，待在那里别动。已经张开了抵抗结界，你的力量对我们无效。快跟我们走吧。你们是谁？要对我，怎么了？别动！啊，怎么了？到底怎么了？暴走了吗？咦，怎么会？竟然把我们一击就，哇！怎么了？到底是？暴走了吗？哇，35级耶，还有点强，怕我打不过。やるな。やったぞ。いい狙い。落ち着いてる。よし。小小一只怎么这么厉害？やるな。聞いてるぞ。やったぞ。よしよし。ヒット。よく見ていこう。やるな。やったぞ。还好顺利过关。哦，哇，这也是，你是人类？他把我忘了，因为我视野忘了吗？的事情。想起来了，真的吗？暂时性失忆，对不起。可是，缅因是从别的世界来的，得回去才行。被召唤者，拜拜，谢谢，这样就走了。缅因猫兽留下了某种东西。他留下了什么？闲猫屎，闲猫屎是什么？成长期的伙伴。哦，所以我知道，只要有数码宝贝是成长期。然后用这个石头就会变成缅因猫兽，这是一个强迫进化的概念吗？有点好笑。
第一发电厂。まったく、たどらせてくれちゃって。もっと正確な情報をよこしなさいってのよ。何を言ってるのです？こっちの話よ。それよりナノモンちゃん、観念しなさいな。痛くしないからね。なんです？頭が。あら、早いじゃないのよ。仕方ないわ。作戦 B に行こうね。さあ、行きなさい、ナノモンちゃん。あら、お優しいことね。襲われてるのに手を出さないなんて。でもその甘さが命取りよ。やっておしまい、ナノモンちゃん。あんた、どこから？他是从海冒出来的。この隙にナノモンの動きを止めてくれ。今ならまだアンチプログラムが間に合うはずだ。ちっ、これは計算外だわ。厄介事になる前に押さらばよ。好像在欺负分子兽。よし。落ち着いてる。いった。いい感じ。やるな。よし。よく見ていこう。よし。いい感じ。やったぞ。いった。やったぞ。これで大丈夫だろう。ありがとう。危ないところでした。さっきのメタルエテモンは知り合いなのか？いいえ。狙われた理由に心当たりは？ありません。突然やってきて有無を言わさずさらっていこうとしていたのです。なるほど。となると奴の目的はナノモンの拘束、もしくは無力化。その理由は考えるまでもないか。どうも嫌な感じだな。全く状況が飲み込めません。何がどうなっているのでしょう。ナノモン、一緒に来てくれないか。あんたに頼みたいことがあるんだ。状況はみちみち説明する。わかりました。ここにはもういられないですし、一緒に連れて行ってください。ナノモンは俺が責任を持ってフローティアへ連れて帰る。先に戻ってるから、ジジモンの家で落ち合おう。是什么？哦，柠檬。碳酸。柠檬好大一颗。お疲れ。
あれ、先生は一緒じゃないのか。先生？誰？ナメオ先生だよ、俺の師匠。居然变老师了。いつの間にそんなことに。后人说明了豆南与分子兽的事。え？先に帰るって言ってたのか？まさか何かあったんじゃ。逃げたということも考えられるわね。どういうこと？マメオとナノモンは共犯者だった。共犯。BH プログラムを作ったのはナノモンで、指示を出していたのがマメオ。真的假的？それであれば、素人のマメオがアンチプログラムを組み上げることができたのも納得がいく。うん。可能性ゼロとは言わぬが、マメオ殿の目的が見えぬ。見えるわけないだろう。全くの事実無根なんだから。豆南抗議吗？まったく、ちょっと帰りが遅れたからって、なんで欠席裁判が始まってるんだよ。マメオ、やっぱり我なのか？見ろ、痛い気な子供が信じちまったじゃないか。安心してるし、マメオはシロよ。疑わしきは罰ゲームだな。そうね。あのよく来てくれたの、ナノモン。感謝するぞい。感謝しているのはこちらの方です。危ういところをこの方に救われました。メタルエテモンか。厄介なやつが出てきたもんじゃ。おかしな装置でナノモンを操ったというのも気になるね。自由に相手を操れるとしたらとんでもないことだよ。メタルエテモンが BH プログラムを作った犯人なのかな。いや、メタルエテモンは戦闘には長けておるが、およそ頭脳派と呼べる類のデジモンではない。協力者もしくは統率者がいる可能性が高いわね。協力者。拷問？いや、何でも。本題に入るとし、ナノモン、すでに状況は把握できていようだ。ええ、すべてマメオさんに聞きました。アンチプログラムの最適化に協力させてもらいます。助かる。では早速プログラムを見てもらうとしよう。なるほどなるほど、これは少々時間がかかりそうですね。なるべく迅速に頼む。その間にこちらは準備を進めておこう。準備？送信設備であるサーバー等が正常に機能しているかを確認せればならない。正常に機能していなければ修理が必要になろう。また同時にサーバー等を守る必要がある。サーバー等に敵方の手が伸びないとも限らん。なんとしても先んじて設備を押さえねばな。そういうことなら私が行くよ。ようやく立夏の傷も治ったからね。それに君一人に任せっぱなしじゃ悪いし。行けるよね、立夏？ええ、もちろんよ。それじゃあっさき生きてんなあ、シモリ。よっぽどお前の力になりたかったんだな。私だってブンブン力になりたいぞ。わかったわかった、ルーシュにできそうなことを何か考えるよ。本当か？マメオ、悪じゃなかったな。お主、気をつけるのだぞ。相手方に究極体が出てきた以上。制服坟场的西南方。
弄这里。哦，四十卡牌，塔台之道。肚子饿了。こっち。煮饭，煮饭。料理の時間だ。巨大肉、腐败肉、百吉牛肉。煮蘑菇好了。よっと、できたぞ。方方。うまいの作るぞ。烤鱼吗？精致油油，这会很油吗？嗯，这像非常得意之作，感觉很油哎。那我还会饿吗？腕の見せ所だ。刚出炉的面包。これでよし。肚子撑了，已经饱了。那红莲其实说应该还要再吃一下。料理の時間だ。给他吃什么？超熟成肉。これでよし。休息。哦，升等了。十二。哦，刚好十二。继续前进。
卡牌知道。我走错路吗？制服塔台。哦，没有走错，太好了。继续往前进。噔噔。前面的内部，呜呜。还是三只，好强！好强的虐菜！やったぞ！よしこの調子。我现在欺负他们哦！哦，又拿到肉。OK。是怎么走不回去吗？被我们卡住。我想上厕所。ご苦労だったな、人間。わあ、すごい说话。貴様が修復したネットワークケーブルが旧世界の扉を破壊する導火線となる様をそこで見るがいい。終わった。始まったというべきか。このタイタモンが新たな創生の火を灯したのだ。な、何を言ってるの？ふむ、それよりも今何をしたの？お前たちが BH プログラムと呼ぶものをより強化して全世界に一斉送信した。強化した BH プログラム？今お前たちのパートナーが囚われているものだよ。すべてのデジモンを混沌に落とし、新たな世界の礎とする。古い秩序をすべて打ち壊しての。 BH プログラムを作ったのはあんたなの？神様にでもなろうっていうの？神だと？忌まわしい言葉を口にする。統治だの平等だのくだらぬ言葉のまやかしにとらわれたもの。貴様らなどに分かろうはずもない。我は神を斬る者と知れ。あ、やめて。設備を破壊されたら
アンチプログラムを送信できなくなる。バカめ、そんなプログラムにもはや効果はない。貴様はすでに気づいているだろう。そうか、君はアンチプログラムを持ってるんだった。だが念には念を入れさせてもらう。絶望に沈め。お待ちなり。貴様、貴様何のつもりだ。ロリアチャホ、発目してみよう。何のつも動いてる。アンチプログラムの最適化に成功したの。おーっともよ、バチコン、いっちゃえ。ちぃ、小賢しい。哎，要死了！你得走，大瓜！哎呀，挂了哎，好强哦！よく見ていこう。やったぞ。よし。いいね。有点不妙。看一下，是怎样宕机吗？吓我一跳。选择。他真的。去劈。真的好强哦，攻击插件呢，去 P 跟 NP 全部回复。受け取れ。敌人好帅，可是他好强啊！強い。しかし、あのお方の、そして我が理想の邪魔はさせん。自爆するつもり？真的假的？刚出场几下，然后就要自爆？好，被干掉了。だがもう BH プログラム
回は我が役目なれじ。オメガモンズワルトディフィート、これって好大一把刀，可是他被干掉了。苦しんでる？強化された PH プログラムが？だとしたら逃げられるかも。オメガモンズワルトディフィート、大暴れ。送信設備がめっちゃやらだ。だとしても今は逃げるしかないよ。あいつには絶対勝てない。可能是因为他被黑化了吧，然后你才会看不出来，他的中间几乎都变空的，变骨头。どうにか逃げ切ったけど、私こんな足遅かったっけ？受験勉強のせいで筋肉落ちたのかな？私もバテバテ。静かになったね。怖いのやつ、もう帰ったかな？多分ね。めっちゃやらだ。もう使えないよね、これ。終わりか？デジタルワールド。そんなことない。きっと、まだ道はあるよ。だから、諦めないで。頑張ろう。これからのこと、みんなで考えよう。タイタモンに PH プログラム書いとな。そんなのが出てきた上に送信施設が壊されたんじゃ、アンチプログラムを完成させた意味がないじゃないか。そうじゃな。 PH プログラム書いにもアンチプログラムが効果ありと確認できたのは収穫じゃが、それを送信する手段が失われたのは何とも痛いの。地道に除去していくような時間はないじゃろうて。さらに悪い知らせよ。プログラムが強化されたことで感染力が大幅に増強されているようなの。ケーブル敷設エリア内のデジモンだけではなく、土壌そのものが BH プログラム界に汚染され始めているわ。しかもそれがネットワークを介さずに拡大している。このままでは遠からず。文字通り世界が侵食されるか。こっちは送信施設がないとどうしようもないのに、向こうは好き勝手に増えていっちゃうの？ウイルスとは本来宿主のプログラムを書き換えて自己増殖する機能を持つもののことじゃからの。この町はタオモンの結界で守られておるから、すぐに侵食される心配はないが。長くは持たぬぞ。町一つを結界で守護し続けるのは消耗が激しすぎる。ということじゃ。残された時間は少ない。町に強化 BH プログラム解が入ってきたとしても、アンチプログラムがあればなんとかなるんじゃないの？実際町のデジモンたちから前のバージョンの BH プログラムは除去できたんだし。こやつやヒマリのパートナーには効果があったが、
それは子供のたちが特別であるからかもしれぬ。すべてのデジモンに効果ありとわかるまでは、用心に用心を重ねておくにしくはない。そっか。でもそうなると難しい話になるね。ネットワークケーブルを切断しても地面まで侵されてるんじゃ意味ないし。あ、私大発見。街を浮かしちゃえばいいんだ。バヒューンって空を飛べば心配ご無用。そうだ、好簡単啊。どうやってこんなでかいものを浮かせるんだよ。デジモンたちで持ち上げるのか。ちょっと現実的じゃないよね。え、吐槽。いや、いやいやいや、そうとも言い切れんぞ。のう、タオモン。まさか、お前の道楽のごとき理想が給与の巧妙になろうとは。まさに氷炭から駒。どういうこと？この町は創建当初、町の浮上をはじめとした様々な拡張機能を持たせる計画があったのだ。残念ながら当時は人手が足りず、理論の構築も困難で、どれもうまくいかなかったがの。じゃが今ならタオモン、ナノモンがいて、マメオ殿やビレーも知恵を貸してくれよう。お主たちがさらに人手を充実させてくれれば、わしの理想を実現させることも不可能ではないはずじゃ。他呀，居然会飞！不行，好扯。うん。お主たちが手伝ってくれればどう？私、空飛んでるとこ見たい。飞高高来安抚他。それもありか？いや、なしだ。街が飛ぶのがいい。骗不了萝莉耶。これはアンチプログラムの効果で、 BH プログラム会議を恐れずに外に出られるお前さんたちにしか頼めん。どうかよろしく頼む。